映画界の性加害についての話をコンパクトにお願いします。映画界で最近そのセクハラだったりパワハラだったりが、はい、まあ監督によって役者にやられてるみたいな話があるじゃないですか、うん、あれをコンパクトにご意見お願いします。ああ長くなるなって言うんですね、はい、じゃあものすごいコンパクトに、ひろゆきさんどう思いますか？コンパクトですね、確かに人に振るっていう、はいはいはい、でも昔からあるのが言えるようになったっていうだけでだいぶ良くなったと思うんですけど、ただ多分なくならないと思うんですよね。なくならないでしょうね。結局その本当に優秀な人っていうのがどういう形でその作品を作るかっていうのが、その外から立ち入れない部分は結構あると思うんですよね。でそれでもいいから売れたいっていう人もやっぱり集まってきちゃうし、で売れるんだったら別にそれでいいよね、面白いんだからいいじゃんっていうファンもいたりするので、なんか構造的に解決はしないんじゃないかなと思ってます。ただもう明らかにその時代時代でラインが違うじゃないですか。許容範囲内と、もう許容範囲の外っていう、このラインっていうのがこの頃ははっきりと見えてきてるから、もう例えば今はちょっと話題になっちゃってる人はダメですよね、そういうことが明るみに出たら。僕はちょっとそう思うけどな、開き直っちゃったら多分もう止めようがないんですよね。まあ、例えばその映画監督がじゃあショートフィルム YouTuber で上げますってなっちゃうと、うん、どんなクセ野郎でもやっぱ見るわけじゃないですか、うん、なのでその映画界とか、じゃあ映画館で上映しますとかだとじゃあブロックは入るんですけど、そうじゃない形で生きていくっていうのができちゃうので、うん、結局はなんかそこら辺抜け道できちゃうんじゃないかなって思うんですけど、あとこれは語弊を恐れずに言うならば、映画って今回やったことがいけないというのは分かってるけれども、映画って比較的クソ野郎が作った方が面白かったりしませんか？そうなんですよね。うん、だからあの嫌われマツコの一生の中島監督とかって役者に対してめっちゃ厳しいから、はい、共演者すごい嫌がるっていうじゃないですか。別にセガラとかバラはしないらしいですけど、はい、でもやっぱそのどんどん罵倒するし嫌な気持ちになるけど、はい、でも作品としてはやっぱりすごく面白いものができるっていう、そこら辺のものがあるんで、やっぱクリエイティブはちょっとみんな仲良くが正解かっていうと微妙な気がするんですよね。そうですね。最近木下ほうかさんや孫春監督など映画業界の性加害とかは問題になってます。お二人どう思われますか？やはり芸能界にはつきものなんでしょうか？多分芸能界に何種類かあって、その、タレント系の業界と映画系の業界と、あとアニメ制作系の業界で、そのなんか業界ルールとかが結構違うんですよね。で、まあ僕は別に直接見たわけではないんですけど、一応そのなんか内側の人から聞いたところだと、やっぱりアニメ系の枕営業率はだいぶ高い。その結局アニメの場合って、その人がじゃあめちゃめちゃ客を集めてくるっていう人ってそこまで多くなくて、誰をアサインしてもどの声優をこのキャラにしてもあんまりその人気というか視聴率変わらないし DVD の売り上げ変わらないよねっていうのが多いんですよね。超絶有名な声優さんとか別なんですけど、なんか中堅どころとかだったら別に誰を配役しても別に売り上げはそんなに変わらないよねってなっちゃうと、じゃあ誰にするっていう時に、じゃあ誰でもいいんだったら俺の都合のいいやつを使うぜっていうプロデューサーの人っていうのはやっぱりいて、でまあ仲のいい事務所に頼むとか、じゃあその事務所側からちょっとこのなんかスターを配役するから、じゃあこれ今押してる子だから入れてっていうので配役したりとかっていうので、割とその行政枠として結構その中堅どころの枠って使われちゃうんですけど、その中でじゃあそのプロデューサーの人に好かれたいっていう人が、まあ、体を張ってプロデューサーと仲良くなってっていう話はちょこちょこ聞くんですよね。でただそれがその本人がそのプロデューサーに好かれたいと思って寄ってきてそれに手を出すパターンっていうのもやっぱりあるんですよ。でなんかそれってでもじゃあプロデューサーに対して好きですって言った人がいて、でやりましたっていう時にそれがなんかその性加害なのかっていうとまた結構微妙な気がするんですよね。どっちの問題かっていうと、要はそのなんか無理やりとか、じゃあこの役欲しいんだったら来いよみたいなパターンであればそれはまずいよねって話なんですけど、やっぱその有名ななんかアニメ作品のそのぐらいの配役の権限を持ってる人と仲良くなりたいと思う人もいるわけじゃないですか。なのでそういうパターンになるよねっていう話をしてるんですけど、松野さんが戻ってきてみたいなんですけど。戻ってきた、ごめんね、なんかど、はい、バグってたの私やってんね、はい、ごめんねいやいや全然です、またまたしました、はい、お願いします。最近木下ほうかさんや孫春監督など映画業界の性加害が問題になってますが、お二人どう思われますか？やはり芸能界にはつきものなのでしょうかっていう。何これ、木下ほうかさんって何？なんか映画監督がタレントにいろいろ手出すみたいなのが結構ちょこちょこ、あーなんか連続で
あの女の人たちが。ねえ、なんか私もこんなありました。でもなんか芸人の世界ではそんなに聞かないですよね。なんか映画とかでは聞きますけど、全然聞けへん。もう終わ、芸人ほんまないよ。なんで芸人はないんですか。モテない人たちの集団やからかなで言っても最近の子たちってなんか、なんか昔の人はもうほら、あのモテなかった人たちと思うねん。そんな私らぐらいの時代で始めた人たちの一点、はいはい、それからモテ出してるのかな。でも、うん、あのだからそんななんか自信、自信もないのかな。でも今は逆に変に芸人ってモテるやんか、だからそんなことせんでも勝手に女の子たち寄ってくるやんか。あ、時代、女性芸人って出さなくても自分のファン食べてりゃいいやん、そうじゃない。ファン食べてるかどうかは知らんけど。俳優や映画監督が強い立場を利用して女性に関係を強要する事件が多いですが、防止策ありますか。ないんじゃないですかね。てかこういうこと僕聞いたことないですけどね。あんまり、あの僕それこそ芸能してて、あんま聞いたことないですけど、そんなことあるんですか。すごいですね。結構一般企業でも聞きますよやっぱり。あ、一般企業とかの方がね、なんかそういうの。まあ芸能界だと声優でたまに聞きますね。それこそ声優さんはどこかわかんないんですけど、うん、俳優さんなんていっぱい広告もやられてる方多くてリスクが伴いすぎるじゃないですか。そんな中でね、大変ですよね。まあ僕本当あのタレントっていうものしか僕はわからないんですけど、タレントさんはやっぱりバラエティ終わったら、はいじゃあその場でお疲れ様でしたって言って正直あんまり深入りしないじゃないですか、でも俳優さんとかは俳優さん同士でやっぱりずっと長い間映画撮影したりとか、そういう意味では深入りするんだろうなとか深くなるんだろうなっていうのは思ったりはしますね。まあ確かに映画の撮影とかみんなで飯食ったりしますからね、毎日。そうするじゃないですか。だけどまあタレントさんなんてみんなワイワイワーってその場で盛り上がるけど、お疲れ様でしたって終わったらもう芸人さんなんてすっごい帰るの早いじゃないですか。あれってみんなそうなんですか。なんかあの僕はいつもそうなんですけど、なんかみんなは仲良くなんかやってんのかなと思ったんですけど、全然だと思いますよ僕。そんなだからあんまり深入りしない業種ですよね、特にタレントさんは。それなんかリューチェルさんとか僕がハブられてるとかそういうわけではなく、全然じゃないと思います。やっぱりあの打ち上げとかは呼ばれたりとかするじゃないですか。だからそういうことではないと思います、なんかあのバイキングの坂上忍さんが終わった後必ず飲み会をするっていう話があって、はいはい、そうなんだと思ったんですけど、僕全く呼ばれなかったんで、あ、そういう、あ、本当ですか。あ、呼ばれたんですね。じゃあ、そうです、一緒にあの打ち上げとか何回かしてもらう。確かに坂上さんいつもね、あのしてくださってましたね。あ、だ僕よくハブられるんですよね。なんか YouTube でなんかその番組の中でみんなが賭けポーカーやってたっていうのを僕だけハブられてたりみたいな。いやいや、忙しそうな、だって拠点が日本じゃないからやっぱりそこ配慮じゃないですか。よくハブられてます。はい、すいません。今日の対談内容のまとめです。正直言って映画芸能関係での枕営業なくならないです。利害関係が一致してるからです。映画ってクソ野郎が作ったやつほど面白いです。天才ってやっぱ何か違うんですかね。芸人の人は困ったらファンに手を出すそうです。コスパいいっすね。坂上忍さんは飲み会を必ず誘うみたいなんですけど、僕は呼ばれなかったです。はぶられちゃいましたね。面白かったら SNS などでシェアしていただけたら幸いです。チャンネル登録よろしくお願いします。